どうもランスの加入です。ご視聴ありがとうございます。最近ですね、エロの方の動画の更新が少ないという、ご指摘を受けましたので、今回ちょっとやっていこうかなと思うんですけども、この間ねマカオのお話をさせていただいたと思うんですけども、今回は日本ですね、日本の風俗のお話をさせていただきます。で、今回ご紹介するのはいわゆるメンエスと言われるやつですね。メンズエステの略なんですけども、これはね、ただ本当お店によっていろんな呼び方があって、メンズエステって呼んだり、あと回春マッサージって呼んだり、性感マッサージって呼んだり、あと風俗エステと呼んだりと、いろいろなんですよね。ただ内容はほとんど一緒になってますので、これを一括りにしてですね、メンエスという感じで紹介させていただきます。まずね、この付属を利用するのに一番注意してほしいのがですね、抜きがあるかないかっていうのをしっかりチェックするということなんですね。言うたら普通のエステもうそのメンエスという名前で出店してたりするんで、そういったところはね、本当マッサージだけで抜きがないので、しっかりねホームページでチェックしてから行くというのが大事になってくると思いますね。で、一昔前、僕が10代とか20代前半の時って言ったら、一番お手軽な風俗って言ったら、ちょっと前の動画で紹介させていただいたね、ピンサロになってたんですよね。それがそれから10年ぐらいを経てですね、今一番お手軽な風俗って言ったらこのメンエスじゃないですかね。時間はねピンサロほど短くはないと思うんですけど、値段がねとにかく安いといった感じなんですよね。で、なぜこんだけ値段が安いかと言いますとですね、基本的におさわりとかね、あとジョーが脱いでくれるっていうことがないんですよね。なんで触りたかったり裸が見たかったりっていう方はですね、利用しないか、もしくはオプションでお願いするかといった形になっておりますが、もうそういった脱ぎとか、おさわりがねオプションでも無理っていうお店も多々ありますんで、こちらの方もホームページでチェックしていただけたらいいんじゃないかなと思います。基本的に受け身のお店ということになっておりますね。で、コンセプトも本当にお店によって様々ですので、まず検索するときにですね、自分が住んでいる都道府県を入力して、その後にマッサージ風俗とかね、エステ風俗とか性感マッサージとかいう感じで検索するといろんなお店が出てくると思うので、その中で自分に合っているかなと思うような店を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、お店もですね、店舗型から、デリバリーまでね、幅広くはあるんですけど、結構ね歓楽街に行くとポツンと店舗が立ってたりしますよね。で、隣が居酒屋だったりして、これはどっちなんやろ、抜きあるんやろないんやろみたいなね、ちょっと怪しいお店があるんですけど、そういったところはね事前に調べてから入店することをお勧めしますね。僕は基本的にデリで利用することが多いですかね。で、このおさわりもなけりゃ脱いでもくれないこの風俗がね、どのようなサービスが受けられるかというのをですね、そうですね、プレイの流れに沿って説明していきたいかなと思います。まず店舗型だろうが、デリだろうが、女の子と対面しますよね。それで、この子で OK ということになったら、まずお風呂ですかね、お風呂入れてくれると思います。僕は基本的に風呂入ってから会いたい方なんで、結構もうお風呂入ってるんやけどみたいな感じで伝えたら、じゃあもうお風呂いいですよみたいな感じで、なしにしてくれることも多いんですけどね。もしお風呂入ってなくても入れてくれるんじゃないかなと思います。僕もたまに一緒にお風呂入ることありましたからね。一緒に入るというても洗ってくれるだけになってまして、この時もですねやっぱり脱いでくれないんですよね。じゃあ衣装とかびちょびちょになるやんという話なんですけど、
そこはね、しっかりこうプレー用のね衣装に着替えてくれますんでね、ミニスカの結構なんていうんだね、露出が激しめのね、服装に着替えてから、まあ、洗ってくれるといったような形になっております。でそれが終わったら、だいたいベッドに誘導されて、でうつ伏せになってくださいといったような感じで進められるんですよね。でここからはマッサージが始まるわけなんですけど、本当にねガチのマッサージを1回受けることになるんですよね。でここでねものすごい差がつくんですよ。なんか普通の一般のエステ5000円ぐらいかかるやつね、あんなところ並みに気持ちいいマッサージしてくれる人と、本当ただ押してるだけ、もう素人もええとこみたいなねマッサージをしてくれる人と、まあ両方おりますね。まあ基本的にこれはまあおまけみたいなもんなんで、いいんちゃいいんですけどね、別に下手くそでも。それでもね、上手い人に当たったらやっぱりちょっと感動しますね。うわ気持ちいいなと、時間を忘れてね、まあ抜きタイムのまあ時間が短くなってしまうようなね、そんなこともあるぐらい上手い人はいます。これはもう行ってみて当たり外れをまあいろいろ経験するしかないと思うんですけど、もし気に入ったらねまた指名もできますんでね。で僕結構肩甲骨のあたりが凝りやすいんですよね。で結構指とかで押しにくいじゃないですか。それで100均とかに売っている肩甲骨のあたりグリグリするような器具をね車に積んでちょいちょい押したりしてるんですけどね、この大体まあうつ伏せにされた時にですね、どこか凝ってるところないですかみたいな感じで聞いてくれるんで、その時に自分がマッサージしてほしい部位っていうものをですね、伝えると、まあそこを重点的にやってくれるといった感じですね。でこのマッサージの時に、パウダー なんて言うたらいいんですかね、パウダーマッサージって言うたらいいんですかね、なんか特殊なサラサラのね気持ちいいやつでねこうマッサージしてくれます。で無香料のもあるので、まあ家に帰ってからバレる心配っていうのもね、まあおそらくないんじゃないかなと思いますけどもね。でそれが終わったら、まあ仰向けになってくださいといった感じで、であとはもうハンドフィニッシュですね。でまあ口でしてもらいたいとかってなったら、これはこれでオプションが必要になって、オプション料がね必要になってきたり、そもそももう NG の子が多かったりしますね。で大体基本的にローションですかね、ローションを使ってのハンドフィニッシュということになってますんで、本当にね受け身オンリーなんですよね。でこれもオプションでね、オナホとかも使ってくれたりもするんですけど、持ち込みは大体禁止されてますね。ラブホとか行ったら売ってると思うんですけど、それ買ってこれ使ってって言うんは NG だと思います。多分ジョーが持ってきたオナホでないとダメなんですよね。まあなんでか言うたら、そっちの方が料金が高いで、まあお金が取れるからということになっておるんですよね。まあここまで聞いたらね、結構味気ないかなというような気もするんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱりマッサージが気持ちいいっていうのと、そのマッサージ中もねいろいろ話ゆっくりすることができるので、結構こう親密感が湧くと言いますかね、僕はね結構これ好きなんですよね。でお値段も多分60分1万円とかいう感じで非常にリーズナブルになっておりまして、でさっきちらっと言いましたけど、店によっていろんなコンセプトがあるんですよね。例えばまあコスプレなんかも当然ありますし、まあイメクラ的なね、まあイメージプレイって言いますか、まあこういった感じでやられたいですみたいなことも指定もできたりするので、それはまあ各お店のホームページをねチェックしていただけたらなと思います。まあ一口で名エスと言ってもいろんなね形態、まあ、バリエーション非常に富んだね、風俗になっておりますのでね、今話を聞いてあんまりピンとこないなという方でもですね、探せば満足できるお店っていうのは必ずね見つかるんじゃないかなと僕は確信しております。で値段の安さも非常に魅力的なんで、もしねまあ時間はあるけどお金がないなとかね、ちょっとまあ簡単に済ましたいなっていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ一度チェックしてみてはどうかなと思います。は
はい、そしたら本題の方に入っていきたいと思うんですけども、先日ゲットしたですね、文王が、まあ、ようやくカンストしたということでですね、文王を手に入れたら一番にやってみたかったことがあるんですよね。それは何かと言いますと援軍処理なんですよね。今までたくさんのね文王を使った先行のリプティングを見させていただいたんですけど、結構援軍処理をねパパッとやっちゃってるっていうような印象だったんですよね。なんでどのような援軍が入っていてもですね、簡単に援軍処理ができるのかというのをですね、フレンドの皆さんのところに模擬を行くことでですね、ちょっと試してみたいかなと思っております。そしたら始めていきましょう。はい、まずはヒロさんのとこ行ってみたいなと思うんですけど、まず援軍を釣りますよね。でこの辺から文を出すやろなっていうところから出してみます。でこれ今つけている勝因がですね、この竜飛影が出るやつをつけてるんですけど、本番はね観光とかが防衛も兼ねて考えるといいかなと思うんですけど、ちょっとね持ってないんで今こんな感じにしてます。ええ感じで援軍処理しましたね。鬱陶しい弓騎兵だったんですけど、こんな感じで援軍処理できるんだったら楽ですよね。まあただあんまり活躍せんとは死んでしまいましたけどね。援軍釣り出して文王を出撃させとったら、まあ弓騎兵だったら援軍処理はうまいことやってくれるかなといった感じですね。ちょっともう一回やってみましょうか。はい、援軍を釣って文王ですね。今回できるのを待ってない感じですね。結構この竜飛影がありがたいんかもしれないですね。竜飛影にターゲットを取っている間に結構弓騎兵倒しちゃいましたね。いい感じですね。こんだけ援軍処理楽にできるんだったら、まあ時間がねあまりかからないということになりますよね。時間命の先行では大きいんじゃないかなと思います。五雷の位置が落としいな。これ五雷の位置がもうちょっとこういうところになかったらですね、中の方も壊せそうですね。そしたら次試してみましょう。はい、次は僕自身の陣形ですね。はい、援軍釣りました。じゃあどの辺から出すやろな、僕やったら。この辺かな。はい、感じに援軍処理してくれましたね。あ、これは楽だな。今僕が入ってたのが勇士4と残り弓騎兵だったんですけど、こんな感じで簡単にね援軍処理を済ましてくれましたね。いやー使えるな。ただちょっとこの諸葛振動にかかると、あ、やっぱり性能士はつけないかんなっていうのもちょっと分かりましたね。僕自身文王を使ってまだ先行ってやってないんですけど、なんかね9回ダメージ拒否っていうのがあって、それで、まあ、性能士いらんのかなと思っちゃいましたけど、やっぱり使わないかんですね。一応もう一回やってみましょうか。はい、援軍出してこの辺かな。ただ性能値をつけるタイミングっていうのも難しいですよね。この9回ダメージを拒否っていうのがあるんが、まあアダとなる場合って言ったら、やっぱ性能値が体力マックスになった時にそれるよその武将を回復しに行くっていうのがありますよね。それになるとやっぱり困るっていうのがあるので、性能値のつけ方は難しいなって気がしますね。で、まあダメージはキャンセルしてもこうやってスローにはなるんかな。ということで性能子をつけても先ほどとあまり変わらない感じですね。中心付近が全然壊せてないということになってるんで、ちょっと文王短期だとしんどいかなといった気はしますね。援軍なんかも使う必要があるのかもしれないですね。そしたら次の陣形いきましょう。はい、次はチータさんですね。どの辺から文王出すだろうかな。これこういう陣形やったら、ちょっと迷いますね。
じゃあまあとりあえず援軍釣りましょうか。で文を出すと、あ、太平がいますね。さあさっきと違うパターンですけど、どんな感じで援軍処理できていくかな。おお、狼も倒しましたね。ここで狼を出されてしまいましたが、どうだろう。あ、狼がまとわりついてますね。これはやっぱり考えないかんと言いますか、狼が取り付いたらこんな感じで奉仕でね倒す必要があるかなと思いましたね。もう一回やってみましょうか。出た、あ、出てるか。音がね聞こえないんでちょっとわからないんですよね、ちゃんと出たかどうかっていうのはね。まあ、ただちょっとあれですね、その劉備のおかげが大きいっていうのも結構ありそうな気がしますね。でこれ性能紙つけてもやっぱり間に合わないですね。狼はきっちり殺しておく必要があるんじゃないかなと思いました。そしたら次の陣形行ってみましょう。今のところたまたまね入ってる援軍がバラバラだったので、陣形とかにもよる部分はあるのかなというのもね知りたいところだと思いますんでね。はい、次は A ちゃんを攻めてみましょう。あら、そう、釣れましたね。で文を出してみましょう。うん、いいですね。もうこれ文を置いたら援軍処理はやらなくていいに等しいですね。今のところ失敗してるのは太平が入っていたケースだけなので、太平が入っている時はちょっとサポートする必要がありますけど、その時以外はもう援軍処理しなくて良さそうですね。文王にやらせましょう。ああ、死んでしまいましたね。自衛とか何つけるのがいいんかな。まあここら辺もね僕の自衛が育ちきったら検証してみましょう。そしたらもう一回やってみます。はい、援軍出ましたね。今度こっちから出してみようか。はい、綺麗に援軍処理できましたね。文王プラス劉備兵ですねの場合はですね、こんな感じで、まあ、援軍処理はたやすくできるというのが分かっていただけたんじゃないかなと思います。これは先行に限らずですね、まあ、文王を使う上でポイントになる部分じゃないですかね。お、煉獄とも倒した。これはいいですね。強っ。月衛もあっさり倒しましたね。まあ車で死んでしまいましたが、こんな感じで、まあ、援軍処理うまくいかないなっていう方はですね、まあ、援軍釣り出して文を出しとったらもう勝手に援軍処理してくれますよというのがね分かっていただけたんじゃないかなと思います。ただ注意したいのはですね、劉備兵をターゲットに取っている段階で文王以外の武将を出すと、劉備兵が死んだ時に文王以外のところにね行く可能性があるので、まあそこら辺をね出す時に注意すればいいんじゃないかなと思いましたね。そしたら以上です。ありがとうございました。